政府は春の叙勲の受賞者を発表しました。俳優の津川雅彦さんや魔女の宅急便で知られる作家の角野栄子さんら4104人が選ばれました。続いて3代。代、えー、まあ映画を撮ってきたということの。その映像文化のあの、そういう意味ではあの。 伝統をずっと守り続けてきたということも含めての、えー、まあ頑張るという <laughs> ご指示だというふうに思っております。まあたくさんのねあの読書の方にまあ支えられてやっぱり活気続けてきたっていうことなのかなって思ってます。私も幸せだけど私の本たちも幸せだと思います。<laughs> 今回最高位の旭日大受章には自治大臣や国土庁長官などを歴任した石井め氏や JR 東海名誉会長の葛西義行氏ら6人が選ばれたほか沖縄のおばあ役で知られる俳優の平富さんも旭日総合賞を受賞しました大受章の新授式は来月9日皇居で執り行われます